宮井陸郎は日本の映像作家、アーティスト、島根県出身。父は夏目漱石研究家の宮井一郎。1960年代に映像芸術の会に参加するとともに、現象野郎を名乗り、ユニットプロを主催。風天を集めてアングラサイケデリック賞等を模様した。拡張映画、環境映画としての映像作品を発表、アンダーグラウンドシーンを牽引する。 自身の関心から当時ヌーベルバーグへ影響を与えていたシネマベリテの手法に習い、2台のプロジェクターを使用する代表作、時代精神の現象学などを制作する。大丸ミュージアムでのアンディワ・ホールテンの企画などプロデューサーとしても活動した。1976年インドへ渡り、瞑想やヨガを学び、おしょうの弟子、スワミアナンドシャンタンとなり、 帰国後の1979年に東京都西尾木久保の和尚アナンドニケタン瞑想センターを設立した。また、和尚の絵画を日本でシルクスクリーン版画にする第一週シグニチャーシリーズのプロデュースを建員。1991年以降、再びインド、ネパール、タイなどに滞在。2008年に帰国。宮一郎、1967年。 東京都写真美術館、2012年、深作三津貞、1968年、P130、宮井陸郎、1970年2月、ピアニッシモ、24から25、本間竹彦、2013年、P178、宮井陸郎ほか、2009年、P397、安倍敏郎、2010年、ありがとうございます。